マッチ棒パズル。正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は3+2=5となり、正しい式になりました。第2問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は −3+5=2となり、正しい式になりました。第3問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は15-8=7となり、正しい式になりました。第4問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は9=6-1+4となり、正しい式になりました。第5問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は1+0+5=6 となり、正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は85-49=36となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。